下で休んでました。テーブルの下で。食欲がない様子というよりお皿に寄ってくるし、加えてちょっとピッて、いつもこれじゃないみたいな時に、ああ、そういうのやってました。やってました。餌じゃなくて、何て言うんだろう、おやつ入れた缶があるんですけども、はい、それ開けてかけるふりしたら、すごい興味持ってたんですよ。だからもしかして単なる、あのご飯やるいやって言ってるのかもしれない、どっちだろうって帰ってから食べたんですよ。うちの家で朝出して食べなかった残りを袋に入れて置いてたのを物欲しそうに見てたんで、お皿に出してみたら、それは昨日はパリパリ食べてました。昨日お家帰ってから、家帰ってからこちらでいただいた残りじゃなくて、自分の家で朝出した10g だったかな、はい、の残りをカリ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 食べたんですよ。で食べたら、まあ、それ以上ちょうだいは言わず、まあ、そのままベッドに戻っていきました。昨日の夜、何グラムまで食べたの？朝揚げたのに残るので何食べた？やっぱ3ぐらい3ぐらいまあでもドライ3食べたぐらいで、今朝はまだ今のところなしだね。8.0、はい、今日はね、あのご飯、帰る時にともう一種類出しますわ、はい、あの腸内バーヨーグルト、腸の環境を良くしてメインで、ここでもちょっと置いてみますね。水分がね、そうなんで水分じゃないかもしれないけど 90% のカロリー、そうそうそう、それ絶対じゃないんですよね。絶対じゃないんですよ、カルシウムというのも。まあでも要は、中の中の善玉菌をすごい増やしてくれるから、中の中の善玉菌が増えると免疫力が上がってくるから、ただ水泳の適用ではないです、うん、でもまあ、消化器サポートといえば消化器サポートの種類に入るけど、そういうことです。水泳の菌というわけではない、ではない、はい、でも、機能数値もそう、一応そんな高くなかったかな、まあ、食べるかどうかわかんないですけど、一回ちょっとお試し、よし、ちょっとそれでとかしてくれるかな、はい、コミュニケーションの後、ちょっとお腹触らせてね、ちょっとずっとしてるね、まだ、いやでもね、触られると、ちょっとこっち見とかね、一回、行きましょう、よし、匂い、でも歯茎によるちょっとだけ出てきたね、まだ薄いけどね、もっと真っ白っ気だったから、はい、坂口の写真撮っていいですか、うん、ちょっと前の写真、歯茎の写真、歯茎の写真ね、はいはい、これが顔色ですからね、顔色ですね、これが顔色です、顔見ても顔色わかんない、歯茎のはすごい、あの、わかりますね、ハゲちゃってるみたいな、で
で、まあ、栄養補助にするのはやっぱりちょっと低脂肪の場合にしますね。はい。念のためには。まあ、低脂肪の消化器療養の要は、まあ、水炎の方に使うようなご飯なんですけど。ただ食べるか、食べてくる量が増えるか、いただいたロイヤルカナンの消化器サポートで様子見になると思うんですけども、ええ、もし長いこと食べなくてとなれば、うん、1割ぐらいもともと使っているのを混ぜてもいいですよ。そうですね。やっぱりできれば消化器サポート系がいいと思うので、はい、友人で何頭か見てた子がラックストロー系を、はい、消化器サポートなんかいろんな会社のもあるよって昨日教えてもらったんで、そういろんな会社のあります。そういうのも参考にしてみてもいいですね、はい、だから本当に低脂肪であるのはロイヤルカナンとヒルズとそれからもう一個名前忘れちゃったけどもう一社あるんですよ。そう思った。永田さん、あれなんだっけ、ロイヤルカナンじゃなくてヒルじゃなくてさ、もう一個新しいやつあったじゃん、低脂肪のとご飯。そう、竹枝田さん、包みして名前が出てこなくて、いろんなのがあるから私も名前が増えてきたんですよね。覚え、そう、増えてきたんですよ。はい、ごめんね、顔こっち向いてくれる、はい、ごめんね、顔こっち向いてくれる。よいしょ、で、耳にも薬入れさせて、目開けて寝てます。目開けて寝てますな。目乾きませんかね。乾いちゃいますよ、目開けて寝てたら。ね、すぎてすぎて怖いよ、ね、怖いよね、見たら寝てた、目開けて寝てられると。最近多分この2、3日そんなの増えてる。ほんと、そしたらもう閉じたってください。わかりました。まあ、多分ね、まばたきよくする見るとしてるはずなんだけどね、ね、開けっぱなしで寝てたらもう乾燥しちゃうからさ、目が30分ぐらい瞬膜が出たり戻ったりはしてるんですけど、うん、なんかまぶた自体が開かない。ああ、そう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 、これどの会社なんだっけ、はい、これもそう、これ加えた新しい、はい、あ、これなら使ってもいいから持っていってください。ありがとうございます。どんなにしようと思ったんだっけ。大丈夫です。それ日本の消化器病というか肝臓病の専門医の先生が監修したご飯ですね。割と食べいいですよ、使ってみると。いや、そういうのがあって処方食でいいのがあってもさ、食いついてくれんと使えないんですよね、実際の。ダイジェストエイドもちょろっと入れておいて、この子お部屋に、ダイジェストエイドとか腸内バイオームとちょっとでいいや、 5g か 10g 食べれば足せばいいから。で、栄養補助は低脂肪のやつ。ロイヤルカナンはロイヤルカナンですか、また違うメーカーですか。今使ってるのってあれだよね、ヒルズだよね。ヒルズの、そう、ヒルズの、それが一番低いんですよ。あ、そうなんですか。一番脂肪の量を比べてみると、どっちの人も刺されるものは刺されるよ。安心するです。ちょっとスタートセットしてくれる、120-300さあ、ごめんね、こっち向いてくれるかな。これがそろそろ限界になってきてるかもしれない、ね、この点滴の管、そう、入れ替えなきゃんかもしれないんですけど、だいたいその1週間ぐらいとかあんまりあるんですか。そう、ただね、ダックスはさ、血管確保できるところが少ないからさ、短いじゃないですか。短い。だからね、大変なんですよ。まあ、使いますね。
と、あ、これ今のは乳酸林乳点滴です。乳酸林乳で、まあさっきこの辺に言ってるのが抗生物質、アンピシリンとか、うん、オルビクロキサシンとかいう抗生物質と、オルビクロキサシン、はい、書きましょうか。抗生物質が2種類、それからマロピタンというかなり強力な吐き気止め、それ病院止めとは違う、もう抗がん剤の時の吐き気止め、あの脳のオート中枢をちょっとブロックする。とにかく測れるとさ、栄養補助も何もできなくなっちゃうからさ、だから強力に吐き気止めはかけてるんですが、あとブプレノルフィンという痛み、ブプレノルフィン痛み止め、これも水炎の時に使える痛み止め、通常の痛み止め、はい、N製図とかそれは水炎の時には使えないんですよね。でも水炎があるわけではないみたいなね。でももう私検査を 100% は信じてないからさ、どうしても腹膜炎が、そう疑っといた方が悪くないかなと思いますんでね。なんとか使いたい、使いたい、はい、もう一回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 覚えてきましたね覚えてきましたよね。高いものとかよし。